もうなんかすごい縦横無尽に星が動いてるって感じですよね。今回はアニモーグ Z の ORBS、これオーブスって読むんですかね、の機能についてやっていこうと思います。で、マニュアルだとここの部分をオーブビューって書いてあって、ウェブテーブル波形をベクトルコントロールする、まあアニモーグの基本的な機能ですね。で、今回は変化をわかりやすくするために、それぞれ別々の8つのウェブテーブル波形を選択しています。で、まずビューのトップのモードでやっていこうと思います。で、このトップのモードは、従来のアニモーグに近い感じで、X 横の軸と Y の縦の軸の2次元のベクトルコントロールが可能です。で、この X 軸は、ティブレで選択したウェブテーブル波形の読み出しの位置をコントロールします。で、この動いている彗星のことをコメットって言います。まあ、見たまんまコメットが移動しているところの波形を読んでるって感じですね。で、Y の縦の軸は、先ほど選択したティブレの波形を切り替えます。で、このオービットの X アマウントと Y アマウント、これで X と Y の幅をコントロールします。レイトの値を少し上げてちょっと動かしてみます。で、これ今モノフォニックの発音なんですけど、じゃあ発音をちょっと増やしてみます。じゃあ今回追加された Z のアマウントをちょっと上げてみます。じゃあこの Z マルチっていうのも上げてみます。なんかこの動きにカーブがかかる感じですよね。でちょっとビューをレフトにして立体的にしてちょっと Z のアマウントを上げていきます。じゃあ Z のマルチも上げてみます。なんか彗星が変幻自在に動いていろんなサウンド鳴らしてて見て聞いて楽しいですね。じゃあ正面のフロントから見てみます。まあこんな感じで波形をいろんな動きで読み出してすごい豊かなサウンドを得ることが可能です。じゃあパスについてやっていこうと思います。パスは先ほどやったコメットの動きの道筋を作るみたいな機能です。で、まずパスを作成するにはエディットボタンを押します。で、モードでアドを選択します。で、タップして点で線をつないでいきます。じゃあ音を鳴らしてみます。で、レイトを上げていきます。
で、上のこのディレクションでパスの進む方法を選択します。で、先ほどのは一回たどる感じですね。で、これがループです。で、これが再生逆再生を繰り返す感じです。で、逆再生のループです。で、逆再生です。で、このパスのレイトもシンク可能です。アニモーグの時のこのパスの作成する時は一回点を作ったら削除とか動かしてできなかったんですけど、今回のアニモーグ Z はムーブとイレースの機能がついてます。まあ、こんな感じでかなり自由にこのパスを作成することができるようになりました。で、さらにこのアニモーグ Z は3次元のベクトルシンセサイザーなんで、このトップ上から見た画面とフロント正面から見た画面、ここでエディットを押すとまた別のパスを作成することが可能です。なんかちょっといい感じになってきましたよね。エディットを解除してまたレフトに切り替えます。じゃあここでちょっとオービットのアマウントをいじってみます。もうなんかすごい縦横無尽に星が動いてるって感じですよね。こんな感じで今回オーブスやってみました。うまく説明するのちょっと難しいんですけど、こんな感じであらゆる方法で波形を読み出してすごい豊かなサウンドができてめっちゃ楽しいんで、ぜひいろいろサウンドを鳴らしてみてください。